ねえ、まあ本当にね、もう最近いろんなことありましてね、小向井美奈子がやってくれましたね。本当にすごいですよ。3回目ですから逮捕がね。まだ29歳なんですよね。29歳で3回目ってことは、これは多分清水健太郎超えますよね。ちょっとその辺見事だなと思いながら注目してるんですけどね。まあでもやっぱああいうね、薬物っていうのはやめられないんですね。結局例えて言うならですよ、上半身は凝ってるけど下半身は全然大丈夫みたいな感じですよね。どういうことか分かりますかね。凝りなくてまた下っていうね。そういうね、本当にね。でもこれ今回有罪判決が出ちゃうとね、実のお兄さんね、あ、すいません、実刑になるんでしょうね。ねずっちですか。これね、思ったより反応ありましたよ。思ったよりね、小向井だけにもっと薬って感じかなと思ったらね、意外にね、意外にありましたね。よかったね。この調子で続けますけどね、事件っていうと、片山雄介、容疑者ね、あれが懲役8年っていうのをね、言われましたけどね、言ってみればパソコンでね、どうせパソコン使うんだったら、なんか図形とか作ってればよかったんですよね。そっちのね、遠隔操作だったら別にね、問題なかったんじゃないかなってね。皆さんね、あ、でもそれでも問題あったかもしんないね。判決下ったかもしんないですよ。だって図形もね、休憩がありますからね。これはね、笑いこそないけど完成度は高いと思います。これはもう自由してます。自信持ってやってますんでね、これね、大丈夫だと思いますよ。まあだけどね、今日のニュースで、ね、出てましたけど、タモリさんとね、小田和正さんとあんま仲良くなかったらしいんですね。で、たまたまですね、フジテレビのアナウンサーの方が、結婚式しましてね、その披露宴でそこで2人で仲直りをしたっていうのが記事に載ってたんです。なかなかね、仲悪いの仲直りするの難しいですからね。僕は本当そう思うんですけどね。まあ、なんですけどね。いや、深い意味は全然ないですけどね。ね、そこでだから、歴史的な和解をしたなんてね、がっちり握手したなんてことが書いてあってね、どうせだったらね、タモリさんだけにね、この二人いい友になっちゃえばいいんですよね。多分タモリさんが仲良くしようって言ったら絶対小田和正さんは答えるんですよ、オフコースっつってね。今のは良かったじゃないですか。今の良かったですよね。もう心つかまれましたね。先に言っときます。じゃあね、次のうまいことでこのライブのピークが来ます。多分ね、もうものすごい盛り上がると思うんでね。ちょっと一発かましときますけどね。しょこたんね、中川翔子さんがね、海外にロケに行ったんですって。で、海外ロケ行った時に昼にお腹を噛まれて、それ以来ですね、昼のことが頭から離れなくなっちゃって、日本に帰ってきてペットとして昼を飼い始めたっていうね、記事が載ってたんですよ。結構パンチ効いてるでしょ。ね、あれチースータイプのね、ヒルなんですかね。で、言ってみればお尻が9つあるようなもんですよね。そう、吸血ってね。あれおかしいな。ピークが来なかったな。確かに今のはひどいね、吸血はね、ひどい。大丈夫です、自覚はしてます。そうですよね。まあでも本当にね、いろいろありますけど、東京駅で開業100年記念のスイカがね、出ましてね、これがすごいんですよ。予定よりも数百倍来ちゃって、申し込みが、320万枚ぐらい申し込みが殺到したっていうのがあってね。だからあれですよ、言ってみればね、しゃもじ、あ、ごめんなさい、予想をね、はるかに上回るね、あれがありましてね。で、年内にね、全員にこう配りたかったんですけど、数が多すぎてもう配りきれないっていうことになっちゃいましてね。だから配りきれないからどうするかっていうとですね、キスはダメ、あ、ごめんなさい、抽選っていうね、抽選になったっていう話になってましてね。だからこれ、まあ抽選でとりあえず年内配って、その後全員に配り終えるには相当時間がかかるんじゃないかっていうね。だから企画会議のアイディア出しみたいな感じですね。発想が大変だなっていうね。結構盛り返したんじゃないかな。だいぶ盛り返したんじゃないかな。いや、今夜は美味しいホッピー飲めそうですね、なんかね。いい感じだ、いい感じ。ね、今プロ野球でですね、女性ファンを獲得するっていうのがすごく、大事になってるなんていうニュースもありましてね。去年ほら、カープ女子とか広島のね、ファンの女の子をカープ女子、オリックスのファンの女の子をオリ姫っていう名前をね、こうつけて、各球団つけてんですよ。だけどね、他の球団がいまいち定着しないですね。例えば阪神だったらトラコって言うんですよ。ね、トラコがあんまり定着しない。で、ジャイアンツは G ガールって言うんですよね。ちょっとすかしたね、G ガール。俺絶対ジャイコの方がいいと思う。ね、
しみんな知ってるしね。あとあの中日のファンだったら例えばねあのお嬢様の嬢って字使ってね名古屋城みたいなさ、そういうの使ってみたりとか、ロッテだったら娘っていうのをこと読ましてチョコとかさなんかそれに引っ掛けたようなのを俺やればいいと思うんですよね。まあとにかく僕が何が言いたいかっていうとねプロ野球ファン獲得大事、つまりですね今の日本語もねプロ野球も女子が必要なんですよね。目指しです。女抱きてすいません、ちょっと心の声今ちょっとそんなこと今女子の話したら抱きたくなっちゃったもん。すいません本当にね、まさかね3分の1ぐらい引いてたのがびっくりしちゃった。ね、まあでも本当にいろいろありましてね、今度東京マラソンですよね、ありますよね。で、今テロがほらちょっと問題になってるじゃないですか。でテロ対策としてあのランニングポリスっていうのを東京マラソンに設置するんですよ。でこのランニングポリスって何かっていうとあのマラソンランナーと一緒に走るおまわりさんなんですね。で小型カメラを装着して走るんですって。結構大変でしょ。それを10キロ交代でまあやっていくっていう感じで、で駅伝とかね経験者を中心にまあ集めて、それをやるっていうんですけどね、万が一ね途中で走って具合悪くなって再開争いとかしちゃったらねどうやって警備するんだろうとか思いますけど、とりあえずそのランニングポリスっていうのが今回のその警備の柱だっていうね。あれ柱、あそうか、マラソンだけにねやっぱり柱ないといけないんですね。マラソンの話が出たところでこのネタもゴールが来たようです。ありがとうございました。